おはようございます。He's going to purchase a new computer for our office. We need to analyze the cause of the accident. ご飯が炊けないので、ブログを書いて待ちたいと思います。はい、とりあえず筋トレ行って、ターニングマシン契約して、肩トレやって有酸素と、ターニングマシン入って家帰ってきました。あ、飯食って、ね、軽くターニングしたんで、クールダウンも込めて、冷たいシャワーを浴びてっていう今ですね。とりあえず今日やることは一通り終わったみたいなんで、明日もブログを投稿したい。もう今日すでにブログ2本投稿してるので、まあ、もしよかったらブログの方も見ていただきたいです。Again, my name is Hitomi and I'm 20 years old and now I'm a college student in Australia.